私はメーテル。鉄路スリーナインに乗りなさい。あれから2年、若者はたくましく成長した。時は流れ、今再び汽笛が鳴る。そして永遠に帰らない青春の日のロマンと思いを乗せて汽車が行く。忘れ得ぬメーテルへの思いと輝かしい未来への夢を追って少年の旅は続く。そこには想像もできないミステリーが待ち受けていた。遥か遠い宇宙の彼方で全ての謎が今こそ明らかにされる。銀河鉄道39完結編、さよなら銀河鉄道39。